こんな風に面相だけでなく服装や所作、傾向などから相手を特定していくのが近代感想学なんです。あなた運がいいんだって。はい、こんにちは、占い師ケンケンです。本日もケンケン TV やっていきたいと思います。今日は前回とは逆の人物像を話しながら勉強をしていきましょう。今日の方が役に立つと思います。前回の騙されやすい人は感想学ではどういうものかというのを解説してみました。今日は騙す人、騙される人はいいから騙す人を教えてくれという要望がもちろんあり、はっきり言うとこれが一番大事だと思うんです。以前の詐欺師の動画を見ていた人にはダブル部分もありますが、この感想学を学ぶ講座シリーズだけを見ている方もおられますので、一から詳しく説明しますね。というわけで本日コメント読みはなしでいきます。皆さんのコメントをもとに動画を作成しておりますが、規約に反する動画はアップできません。Twitter では主に簡単な風水、このチャンネルのお知らせなど、 Instagram では軽めの相談、質問などをストーリーで受け付けております。TikTok では芸能人、有名人を感想学で見て考察しており、クラブハウスではアーカイブに残せない、 YouTube ではできない裏話を生配信します。どれもフォローしていただけるとありがたいです。 LINE スタンプ、ケンケンショップ、姓名判断サイトもよろしくお願いします。よくこのチャンネルでいい人、善人を教えてくださいと言われることも多いんですが、善人の定義が難しくて、僕の考えで言うと、今後付き合っていく人間の中で悪いのだけ省いていければそれで問題ないと考えるんです。いわば悪人相、悪縁さえ除けばそれで構わないでしょってことで、感想学はそのための学問ではないかと。どうすれば人生が良くなりますか、幸せな生活を送るためにはどうするべきか、こういったメッセージもよくもらうんです。で、その回答のために感想学を使用するならば、人をふるいにかける作業、これだと思うんです。砂の中からふるいにかけて砂金を探す作業と同じです。なんとその画像を探していたらぴったりの画像がありました。しかもフリー素材で、僕らがやる生きているうちにやらなくてはいけない作業がこれです。要するにこの画像で言うところのふるいの上に残っているのが善人、仲間、友達などです。下に落ちていっているのが悪人、悪縁、詐欺師、嘘つきなど自分に悪影響を与える人間。そしてこのふるいの目に当たるものが感想学ということなんです。ただもちろんそんなに簡単ではありません。詐欺師は詐欺師と言いません。だってバレたら誰も引っ掛けられない、お金も取れないわけです。そしてプロの詐欺師であればあるほどうまく化けてきます。はい、これがまあ一般人ですわ。普通の人誰もがわかります。そしてこれがいわゆるプロの詐欺師、ガチプロで百戦錬磨。パッと見た目だけでは一般人では気づかない。え、あの人悪かったのと言われるパターンです。これは少しレベルが高く難しいので、今日はガチガチの方を、程度の低い方の詐欺師を解説していきましょう。最初は簡単なのからがいいです。僕が言っているのはこういう系です。案外このチャンネルをやりだして皆さんの声を聞いた感じでは、今まで詐欺師という人に会ったことがありません。詐欺師メーカーを見せてもらったんですが、本当にこんな人が存在するんですかと言われます。います、います、ガンガンにいてます。ただこれには地域があるなというのも気づきました。僕は大阪に住んでいます。お客さんに飲みに連れて行ってもらったり、ご飯に誘ってもらったりしますんで、そういう街に夜行かないと見ないんだなというのが分かったんです。僕は小中学校の時の趣味がクワガタ捕りでした。僕の住む大阪には能勢町というところがありまして、そこの山に夜行かないとクワガタがなかなかいなかったのと同じです。しかもクワガタなら夏場と限られてますからね。こういったコテコテの詐欺師も時間場所限定されているんですよ。昼は寝てたりしますからね。今日僕が説明しますが、実際に見たい人は関西なら新地や南、関東ならば歌舞伎町、六本木に見に行ってください。例のウイルスで少しだけ減っています。まさに大クワガタに近い感じで、少しだけ減少気味ではあるんですが、絶対にいてるのはいてるので、興味がある方はぜひ。皆さん結構バカにするんですよ。こんなん一瞬でわかるわとか。でもね、それと嬉しそうに付き合ったり結婚したりするホステスがわんさかいるんです。わんさかアホと言いたいでしょう。いや、まあその通りなんですが、よく話す僕が写真見せてもらって1秒でわかる系です。でも授業なんでね、そういうのから勉強していくのが普通でしょう。 1+1、 1+2 から習いますよね。小学1年生の初日の授業でフェルマーの最終定理の話をしてこないでしょう、先生も。だからまずこの簡単なのから特徴を覚えてください、1個ずつ。でも案外これはこれで実は細分化されるんですよ。同じ種類は同じ種類です。でも少しずつ違う部分などもあるんです。
僕は分かりますよ。コクワガタ、スジクワガタ、ミヤマクワガタ、ノコギリクワガタ、ヒラタクワガタ、オオクワガタのメス並べられても今でもちゃんと仕分けできます。マジで。だからこの低級詐欺師は低級詐欺師でいろいろなのがいるんだなと、ちょっとの部分ずつ違うんだなと覚えてください。勉強です。では今日の項目です。項目1、頭部。項目2、上の服。項目3、下の服。項目4、靴。項目5、アクセサリー。項目6、腕時計。項目7、持ち物。項目8、趣味嗜好。項目9、名乗る職業の9項目でいきたいと思います。よろしくお願いします。今日は項目多いですよね。9項目あります。あと一応注意ですが、これが積み重なりあって詐欺師にあります。重なれば重なるだけパーセンテージがどんどんと増えていくと思ってください。だから一つだけ当てはまっても全然普通の人もいます。それゆえそこを勘違いしないように、一箇所だけ一緒でも怒ってコメントしないでくださいね。項目1、頭部です。これどういう風に説明したらいいかなと思ったんですが、そうだ、実際の詐欺師を見てもらったら早いわ。詐欺師だったら名誉毀損もないですし、ということで探していたら良い見本がいました。自称六本木の帝王ことラッパーで実業家の友呂氏、34歳です。ヤフーニュースに掲載されていたんですが、まさにこのタイプです。自称って書かれていたんでちょっと吹き出しました。たまたまウキペディアを見たら、愛称ウルトラ令和バブル男、シーシャ王子と書いてありました。僕の詐欺師のよく使うあだ名の動画、そのまんまの〇〇王子でしたね。乾燥枠というものの傾向通りの結果になるでしょ。給付金詐欺をしたそうですが、この髪型、この面相の悪さ、他のパターンも探しましょう。あと2016年に特殊詐欺で逮捕されたと書かれていたこの2人のパターン、わかりますかね。顔つきや髪型、さらにはこのキャッシュカード搾取でニュースの記事になっていたこの人もそうですが、まあ多いのが大人なのに髪色がおかしい、プラスで横を刈り上げている人が多いですね。それとこれは指名手配写真にもなっていないんで、通常時の顔写真です。連行されているとはいえ、それでもやはり面相で言うならば目つきがかなり悪いのは分かっていただけると存じます。今日は一部分にこだわっていては進まないんで次に行きます。項目2、上の服です。基本ダサい派手系が多いです。このレベルの低いタイプの詐欺師にはないもの、それはほぼほぼ絶対的に言えるのは美的センスです。それが最も彼らを見分けられる手段かもしれません。人間の傾向というべきか。なので昔はよくドルガバの虎とかが一面にプリントされていた服が多かったんですが、今もそれに近いフェンディのモンスター、ペラフィネ、ハイドロゲンのでっかいドクロが真ん中に、でっかいロゴであればシャネルやヌメロベントゥーノなどもたまにいてます。あとはもう定番ですが、ヴィトンやグッチなどのロゴが無数に入っているタイプのものですね。他のメーカーの服でも多いのは、服の前に思いっきり真ん中にでっかいマークや何かシンボル系、およびマークロゴ無数パターンです。一個か無数と覚えるといいでしょう。色は派手なのが多く、蛍光色、赤、黄色などの原色、または無数パターンと一緒で様々な色が混在しているものがありますね。スーパージョッキー時代のビートたけしさんみたいなおっさん系詐欺師がまだいてますね。基本的には我々一般人が着ない、何かの罰ゲームで負けたら着さされるタイプの服が多いですね。項目3、下の服です。これも趣味がわかるんですが、もう一番確定に近いパーセンテージをググッと上げてくれる詐欺師と、ちょっとわかりにくい人がいてます。わかりにくいのがやはりジーンズですよね。これは普通の人も履きますし、ロゴなどが隠れているものも多いんで、その場合はかなり見分けがつきにくくなります。で、パーセンテージを上げてくれるのは2パターンありまして、1つは半ズボン系、がっしりとした体格に多いです。わざわざ冬場に短パンで足に入ったトライバルのタトゥーを見せているのはめちゃくちゃ確率を高めてくれます。どうしても見せたいんで、寒さよりも自己顕示欲、承認欲求が勝っているんですね。もう一つのパターン、これは少し年齢が上で白いズボンですね。ごく稀におしゃれな人も履いてますが、それは他の部分でおしゃれ系なのか詐欺師なのかを見分けてください。そこが乾燥枠のポイントなんですね。一箇所一要因では分からず、他の部分をすり合わせながらというのが超重要です。その辺もたくさん見ていれば 1,2 秒全身見るだけでパッと分かるようになってきます。どんどん行きましょう。項目4、靴です。靴は一流詐欺師とこの低級詐欺師の差が結構出る部分です。こちらの系統はクリスチャン・ルブタン、ジュゼッペ・ザノッティ、ジミー・チューのハリハリ系のスニーカーが最も多いです。少しだけ友達におしゃれなのがいた場合はピエール・アルリー、フィリップ・プレイになります。ちょっとお金がない下っ端の出し子役になるとオフ・ホワイト、D スクエアド、ディーゼルなどになります。
ナイキなどを履くタイプもありますが、基本的には派手、ハリハリ、蛍光、赤などの原色が多く、このタイプは一流詐欺師と違い、革靴ではないんです。いわゆるシューズ、スニーカーですね。故に足元を見るのは分かりやすいポイントの一つではあります。次です。項目5、アクセサリーです。これはもう定番で、首元、つまりネックレスは金の騎兵ネックレス。プロ野球選手の契約更改のニュースでよく見るセンスがないものです。これがまあ、クロームハーツ、そしてダミアーニのベルエポック。この3種類が低級詐欺師の3大ネックレスではないでしょうか。いわば、巨人、大砲、卵焼きみたいなノリです。しかも、この3種類、絶対に一流詐欺師はつけないんで、靴に続いて読み取りやすい部分ではないでしょうかね。そして腕のアクセサリーはフレッドの蹄鉄かカルティエのジュストアンクルっていう釘をモチーフにしたんですね。もちろん金の。これがブレスレットの2大巨頭です。あとはおっさん系低級詐欺師になるとアホみたいに大きな石のパワーストーンつけているのもいてます。一つ一つの玉がでかいやつですね。めちゃくちゃ下品な。そこら辺でも読み取れますかね。項目6、腕時計です。少し前の定番はもちろんウブロビッグバンなんですが、これもね、一般の腕時計わからない人たちもつけていたんで、他の部分と見合わせてください。最近は詐欺師たちもポンジスキーム、情報商材系と単価もでかくなってきてるんで、逮捕か逮捕までの超儲かっている人間に分かれているんで、リシャールミルが多いですね。しかしこれも友人に腕時計に詳しいのがいたりすると、パテックフィリップやオーデマピゲと詐欺師なのにつけている輩がいてますんで、他の部分とすり合わせてください。きちんとしたスーツの人間が AP をつけている場合は、普通オア一流詐欺師になりますんで、服装、顔、髪型、所作などと腕時計を見ると余計に分かってきます。基本は品がないんで分かります。偶然にも最近友人からの LINE でこんなのがありました。これわざわざ作ってもらったわけではなく、友人の目撃情報です。僕がこういうコンテンツをやっているのを知ってて教えてくれたんですね。現場にいなくても LINE の文章、文字だけで相手を特定できる素晴らしい感想学です。まあ基本は品がないんです。では次、項目7、持ち物です。ちょうど先ほどの LINE 画像の通り、シュプリームとヴィトンのコラボ大好きです。なので持ち物というか見れるのは携帯ケースが多いですね。低級詐欺師連中はカバンを持たないのも多いんですが、スマホケースがこれかこれかこれの3パターンで、北新地歌舞伎町のキャバクラにいてたら詐欺師、人には言えない職業、半グレの確率がほとんどです。野球で言うと9回裏2アウトランナーなし、2ストライクノーボール、670点対0点リードの状態での勝利確率ぐらいですね。それくらい分かりやすいし、常人のセンスではこれは持てないということです。ここは案外本当で、シュプリームとヴィトンのコラボなんてすごい高額なんです。このセンスのものをこの値段で買う人はどんな人という逆算ができるんです。ちゃんとまともな企業に勤めている会社員がこのスマホカバーにこの値段を出せますか？他社との会議で机の上にこのスマホを置けますか？ということなんです。案外こんな風にその人がどういう行動をするか、なぜこの値段のこの商品を持っているのかなと想像することが関数学の勉強の一つなんです。では次の項目に行きますね。項目8、趣味嗜好です。これはやはり全項目でも話した通り、キャバクラや飲みなどが多いです。一番わかりやすいです。どこかの動画でも話しましたが、詐欺などの犯罪収益金は使用できる場所が限られてきます。それゆえこういった飲み代に当てられることが多いんです。先ほどの腕時計やアクセサリーもそうです。家などは買えませんからね。税金払っているお金ではないので。次にこういったキャバクラなどで自己顕示欲を満たします。お金を使えば使うほどホステスさんがチヤホヤしてくれますからね。よく知るお坊さんはこのような夜の街で飲んでいるのは捕まる前のやつか捕まった後のやつのどちらかやと話してくれていましたが、その通りで、まともに働いている人はこういった場所での無駄金は使えないんですよね。昔は上場企業の接待などありましたが、時代が進むにつれて減ってきて客層がどんどん悪くなっています。その中でも牛のクソではないんですが、実は行く店にも段々がありまして、同じキャバクラでも半グレ、チンピラ、詐欺師ばっかり集まる店と、そういうのを入れないお店も存在しています。僕が言ったことを研究したくて、そういう人を見たいのであれば歌舞伎町や新地に行って立っている黒服に聞いたら誰でも教えてくれると思います。項目9、名乗る職業です。さて最後の項目です。詐欺師は詐欺師と名乗らず、泥棒も泥棒と名乗りません。それはそうですよね。名誉が欲しいですからね。大体が IT 系や不動産、会社経営者などと名乗りますね。もうこの辺は名乗ったもん勝ちなんで無視しましょう。結局何でも名乗れます。名刺だってどんなのだって作れます。
なので職業は何と語られても信じなかったらいいだけの話です。さて今日は項目を多く分けて詐欺師が分かる感想学をやってみました。ぜひ実践で身につけたい人は夜の街に繰り出せばたくさん見れると思います。ちょっと先ほど偶然調べてて、またしても面白い写真を見つけましたので、最後にちょこっとその話でも、投資会社テキシアジャパンホールディングスの元実質的経営者堂古正人被告って知ってますかね。460億円も集めた有名詐欺師なんですが、その写真がたまたま落ちていました。あだ名はキング、そしてちゃんと北新地のクラブとキャバクラに彼女がいてました。きっちりでっかいドクロの服を着てくれております。やはりぴったりそういう人間はその通りの言動をしてくれるんですね。集めた金額は大きいですが、言動が低級詐欺師でしたね。こんな風に面相だけでなく、服装や所作、傾向などから相手を特定していくのが近代感想学なんです。この感想学を学ぶでは、いろいろな職業や性格の人間を勉強していきましょう。さまざまなパターンを覚えていき、一歩ずつ前に進みましょう。と、本日は感想学を学ぶ第12回低級詐欺師編を話してみました。こんな風に感想学の話から人生相談、占いの方法まで何でも構いませんので、質問フォームやコメント欄からお気軽にメッセージをください。よろしかったら高評価、チャンネル登録もお願いします。それでは皆さん一緒に運気を上げていきましょう。ご視聴ありがとうございました。